どうしたの？ヒグマ危険度 107% 食べない。次にかける。ほい、キャベツ、キャベツ。おお、一緒じゃん。もうなんかヒグマとかゴリラとかさ、別のものを探した方がいいってアドバイス出てますけど。食べる。え、死んだ。死んだ。2日目で皆さん、ごきげんよう。みんな、チャンネル登録してね。今日は食べないと死ぬというゲームで遊びます。はい、はい、それではどういうゲームか説明しますよ。はい、はい、あなたはお腹を空かしてさまよっています。何かを食べなければ死んでしまうよ。遊び方、出現する食べ物を食べるか食べないかを選んで進んでいきましょう。食べ物には危険なものも含まれています。危険度をよく見てお腹と相談しながら決断しましょう。場合によっては危険を承知で食べる必要があるかもしれません。体力がゼロになったらゲームオーバーですよ。はい、はい、スタートするよ。はい、よいスタート。携帯電話どうする？食べないでしょ。しかも危険度 85% って書いてある。食べるにはあまりにも危険すぎるって書いてあるよ。ちょっと食べれないと思うよ。うん、やめておこう。まずは最初だしね。じゃあ食べないでおこう。うん、食べなかったら体力もお腹も減って。え、これも食べれるじゃん。全部普通でしょ。ごちそうだ。イエーイ、うん、いただきます。うまかった。また携帯電話。食べるには命がもう一つ必要だ。じゃあダメだってことじゃん。食べますか食べませんか。あ、餓死寸前。死因、皮が綺麗に剥けなかった。かぶりつけばいいじゃん。カッカッって。うそー、4日目で死んじゃった。任せろ、次はパパが何日生き残れるかな。食べ物じゃん。キャベツだよ。いや、おいしい。危険度ゼロ、食べる。まず間違いなく食べられるよ。はい、やった。体力120まで増えたぞ。食物繊維が豊富だったよ。え、一瞬ダメ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 。別のものを探した方がいいってアドバイス出てますけど。食べる。え、死んだ。死んだ。2日目でお腹が重くなって井戸に落ちた。いや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 、なんで井戸が重くなっても井戸がなければ落ちないけどね。井戸で水を飲もうとしちゃう。じゃあ、ひめちゃん。おしごろ。ひめちゃんがやるよ。サンマだよ。食べる。これは食べれるね。サンマじゃん、いいな。なんだか泳ぎたくなっちゃったよ。おいしい。おいしい。2日目、バナナ。期限度 0%。 うん、おいしいおいしい。緑を感じる味だったよ。3日目、ペンギンさん。皇帝ペンギン。美味しそうには見えるって。大丈夫でしょう。食べますか食べませんか考えて。食べた。おお、すごい。栄養満点。うそ。4日目、羊。これはちょっとやめて。羊食べれるんじゃない。ダメでしょ。抜けちゃった。お、ペンギンだ。また5日目、ペンギン。食べよう。死んだ。いつの間にか囲まれ全身をつつかれた。5日目、でもさっきよりは長く生きれたよ。何これ。1日目、カレーライス。パパのチャレンジ。なんでカレーライスが危ないの。美味しいでしょ。あ、ピッカラ。辛いのが苦手。毒が入ってるけど、食べる。美味しかった。すごい、すごい。ネジダメでしょ。ネジは無理でしょ。ネジだと思ったよ。ネジって。別のものを探した方がいい。うわー、3日目、ペンギン。つつかれたけど、今度はこっちが食ってやる。いっけ。食べた。大地をかけたくなった。よかった。4日目、トマト。見ていると腹が減ってくる。食べる。やったー。有機的な味が広がった。ご飯、ご飯、おいしいおいしい。絶対食べる。危険度 0%。 まず間違いなく大丈夫だよね。食べられる。普通のご飯だよ。お、5日目まで行ったぞ。もうラッキーじゃ。おお、カレーライス。6日目だし、なんか怪しいな。
一撃で死んじゃうからね。うーん、食べない。わあ、明日は何か食べようだって。おお、美味しそう。よし、食べる。やった。え、アルパカ？アルパカ？見たことないぞ。食べるにはやや危ない感じがする。どうします？タルパワーって何？使ってみよう。タルパワー、自己暗示、目の前のものも食べられる気持ちになるよ。探索眼、他の食べ物を探してもらう。入れ替えてもらうんだね。どうしよう、もう自己暗示でしょ。危険度が 30% 低下。おお、 0%。 おそらく危険はないだろう。食べたー。 0% だ。イワナ、ごちそうだ。美味しそうだ。食べたよ。頭が良くなる感じがしたよ。すごい、もう10日目だよ。すごいすごい、最高記録。あ、ペンギンだ。今 17% で食べられそうだから、食べる、いけ。うわ、よかった。消化には時間がかかりそうだけどね。11日目、アイスクリーム。大丈夫でしょ。 7% だからね。その 7% で一撃で死んじゃうから。でも体力150あるし。食べよっか。食べたよ。 うまかった。あ、うわ、12日目。これは怪しいぞ。毒キノコかもしれない。キノコだって。怪しい。やめとこう、食べない。明日は何か食べよう。お寿司、お寿司だよ。美味しそう。2羽見える。2羽。大丈夫でしょう。行くぞ、食べる、いけ。よし、あ、70も。これさ、最大が150なんだ。そうなのね。そうなの。両方ともお腹も体力も、ね、はいはいはい。いか、やめておこう。覚悟を決めれば食べられるよ。体力あるし、やめる。そう、お腹も体力も全開で。少しだけ後悔したよ。15日目、またペンギン。食べられるかもしれない。どうしよう、14%。迷っちゃうね、これは。食べる、はい。うわ、食べた。栄養満点。次の日。15日目、来たよ。やめておこう。明日はきっといいものが見つかるさ。お、見つかった。お目が離せない。食べる。うおぉ、食物繊維豊富だったよ。これダメでしょ。ダメダメダメ。95% ってもうダメじゃん。危険度高すぎ。食べない。うん、明日何か食べよう。お、16日目、ぶどう。食べる。やった。これは大丈夫でしょう。光合成できそうな気持ちになったよ。美味しかったね。お、あー、マグロ。やめておこう、うん、お腹が減ってきたぞ。あー、体力がもう50しかない。もう20日だよ。21日。え、カッパ。カッパ食べたら死んじゃうかもって。食べないでおこうか。でも死んじゃうかもしれない。大丈夫だ、大丈夫。50しかないもん。あと1日分は耐えられるはずだ。食べない。餓死寸前。餓死寸前でどうするの。これ来たー。食べなければ。食べる食べる食べる。食べなきゃ死んじゃう。いけ。おお、美味しかった。よかった。60も回復した。サプリメント、サプリメント。 6% だし大丈夫だね。そうだよね。うん、食べる。食べた。おお、恐怖を感じる味だったって。え、ちょっと待って、これキングコブラ 100% 超えてるじゃん。 116% 危険度。もうダメダメダメだね。ダメダメダメ、無理だってこれはね。ダメダメ。食べない。食べなかったよ。すべてが食べ物に見えるぐらいお腹すいちゃった。うん、25日目、ラクダ。危険度 45%。 ダメ。じゃあ食べない。食べないの？やばいぞ。足が動かないよ。タイヤ。26日目、タイヤ。危険度 109%。ちょっと待って。違う。食べるには命が 3つは必要だ。でも食べなければ死んでしまう。じゃあタルパを使おう。使おうか。他の食べ物探してもらう。探索官で。よし、行け。新しいタイ、おお、やった、やったー。トマホマント発見。危険度0%。食べたよ。やったー。お腹30、体力30ってさ、次キャンセルすると死んじゃうよね。そうだよね。あんまり回復しなかったね。頼む。キャベツ。27日目。あ、シャコガイ。21% か。食べ、食べない。食べられないというほどではない。食べられ死んでしまう。もう食べる。食べるしかないね。いけ。おお、やった。
頭が良くなる感じがしたよ。え、28日目ヒグマ危険度 107% 食べられるんだね。逆にこっちがガーって。じゃあどうしますか。食べない、次にかける。ほい、キャベツ、キャベツ。おお、一緒じゃん。もうなんかヒグマとかゴリラとかさ。マウンテンゴリラ29日目、危険度 145% 食べない、食べない。でも食べないと死んじゃうって書いてある。いけ、もうこっちも腹が減ってんだ。ゴリラだ、トモグイだ。ゴリラだろうがなんだろうが食べろ。いけ、トモグイ。あー、ゴリラパンチ。死んだ、死ん。ゴリラパンチで吹き飛んだ。あと少しで1ヶ月生きれたよ。そうだね。ゴリラ、ダメな、ダメな。じゃあ次は姫ちゃんがプレイするよ。はい。パパの記録抜けるかな。頑張ろう。1日目、牛。危険度 38%。どうする？食べた方がいいんじゃないか？お腹も空いちゃうぞ。食べよう。死んだ、牛乳がいくらでも出てくる。飲みすぎた。姫ちゃん1日目で死んじゃった。また牛？食べないでしょ。食べなかった。今 48% だったよ。ダンボール、牛よりダンボールの方がさ、パーセントが低いぞ。危険度 23%。 覚悟を決めれば食べられるよ。食べないと死んじゃうじゃん。そうだよね、食べる、食べる。じゃあ食べる、押そう。柔らかく食べやすかったって。ダンボールって栄養あるのか。3日目、ペンギン、危険度 13%。 食べられそうだって。どう、食べよう。食べる。うん、食べます。疲れるぞ。食べたよ、栄養満点。回復回復。次の日、携帯電話、危険度 78%。 食べるのは正気の沙汰ではない。食べる、食べない。無理でしょう、機械じゃん。機械じゃん、これ。食べ物じゃないよ。食べる？ダメでしょ、オーくん。ダメ、ダメ。オーくん食べるって言ってるよ。食べないで、オーくん。食べなかった。ガシ寸前。寸前。まずい、まずい。ネジ。ネジ、危険度 56%。 タルパワーを使うんだ。あ、使えないぞ。じゃあ食べれば？ダメ。あー、死んじゃった。5日目に死んじゃいました。死ん、喉に刺さった。はあ、喉に刺さるよね。タルパワーが使えなくなってたけど、うん、なんでだろう。動画を見るといいのか。じゃあタルパワープラス3をもらおう。うん、タルパワーが3増加。やったぜ、やった。次はオーくんがプレイするよ。リトライ。オーくん頑張って。どうする、豚さんだよ。1日目、豚、危険度 53%。これを食べるのはやめた方がいいって。食べない方がいいんだって。オーくん決めて。 53% だからね。 47% で OK なんだよ。どうする、どうする。食べない、食べる。食べない。じゃあ押して、食べない、青いの。うん、そっち。食べなかった。え、死の足音が聞こえる。お腹空いたって。やった、タケノコじゃん。2日目、タケノコ、危険度 6%。 美味しそうだって。食べる。うん、食べたよ。おー、よかった。美味しかったって、青くん。緑を感じる味だった。3日目、羊、危険度 33%。 どうする。食べようか。じゃあ行くぞ、せーの、よいしょ。死んだ。死因、食べても食べても毛だ。絶望した。毛ばっか食べちゃったんだね、むしゃむしゃむしゃって。もう一度やろう。うん、もう一回やろう。くん、おー、1日目トマト。やった、やった。食べるんだ。オーくん、どうするの。オーくん、トマト嫌いだから本当は嫌なの。けどね、ゲーム的にはね、食べないとダメだよ、これは。ボーナスだよ。食べよう、食べよう、いくよ、せーの、よいしょ。食べたよ、うん、美味しかったよ。回復したよ。次の日、キャベツ、危険度ゼロ。どうする、食べる。いくよ、せーの。うん、ラッキーじゃん、オーくん2連続食べる食べ物で運がいいね。うん、おお。3日目、トマト、危険度 0%。 うわー、勝った。緑を感じる味だったよ、美味しかった。次の日押して。3日目、次、4日目のキャベツ。ラッキー、食べる、食べる。危険度 0%。 トマト、キャベツ、トマト、キャベツ。おー、やばい、すげー。10回じゃん。
全開じゃん。危険度 0% 5日目だよ。あ、当たったよし、食べたよ。満足満足、美味しかった。次は牛。やめておこうか。危険度 46% お腹いっぱいだしね、今。嫌な予感がするって。やめておこう、食べない、うん、食べなかったよ。まだ我慢できるけど、お腹空いてきたかも。まだ大丈夫だ、110もあるから。また牛。ダメ、牛。あれ、さっきより危険度が下がってない？ 40%。 やめといた方がいいね。嫌な予感がする。やめとこっか、うん、じゃあ食べない。食べなかった。明日は食べなきゃ。キャベツ、キャベツ、うん、おー、メロン、おー、あー、メロンが出た。食べるの？ジオ、どうする？食べる？食べる。うん、せーの、ジオちゃん。食物繊維本当に美味しかったよ。ジオチーズ、次の日、おー、羊。食べない、食べない。 35% じゃあ消すよ、うん、食べない。さっき死んじゃったからね、これで。すべてが食べ物に見えるぐらいお腹すいちゃった。頭ぐらぐら。6個目、ホタテ。危険度 9% いいじゃん、美味しそう。食べちゃおう、うん、ポチ。食べたよ。あーあー、泳げるぐらい。9。おー、スイカ。スイカ、パパ大好き。危険度 4% 食べよう、食べよう。おいしいか、ジャッキだ。なるもん。じゃあ来年の夏は食べようね。まず間違いなく食べれるって。オウくん大丈夫そうよ、うん、食べよう、いいよ。食べたよ、緑を感じる。35回復したほら、スイカ美味しいからさ、すごく回復するよ。なに？亀の手。何？亀の手？え？あ、亀の危険度 14% 食べよう、食べられるかもしれない。食べれる、大丈夫だ。食べます。はい、毒入ってるかも。14% か、大丈夫だって。そうだよね。いけ、食べた。ほら、おー、すごく入った。いい鮮度だった。次の日、おー、アイスクリーム。あ、生。危険度 7% だから大丈夫だよね。じゃあ、僕も食べる、押して。食べたよ。おー、美味しい。お腹、満たされる気がしたよ。おい、次は14日目、クロマグロ。危険度 70% 毒。マグロ美味しいのにね、命をかけることになっちゃうって。倒して、青い方ね。食べない、食べなかった。お腹グーグー、お腹鳴っちゃった。15日目、リンゴ。危険度 12% え、毒リンゴって。リンゴなのに 12% なの？そう、さっき皮が剥けなかった。あ、そうじゃん。あれ、あれさ、体力なかったからだよ。食べよう。じゃあ大丈夫かな、体力が100以上あるし、うん、食べよう、奥君。いただきます。食べたよ。ほら、美味しかったって。回復回復、いくよ。16日目、トマト。危険度ゼロだ。ボーナスステージです。やったね。ペイちゃん、押して。オー君、あ、トマト嫌なんだ。嫌なの。せーの、食べる。食べたよ。自然の恵みに感謝。なんだこれ。何？カツオのエボシ。危険度 141% って最高じゃない？今までで、うん、最高、初めて見た。食べない、食べない。誰？食べない。食べなかった。お腹空いてきちゃった。明日食べないと。18日目、巨大キノコ。これはやばいでしょう。危険度81。毒キノコ。食べればおそらく死んでしまうだろう。だって。やめておこう。やめとこっか。やめよっか。食べない。食べなかったよ。今2日間食べてないからね。あ、そっか。お腹ペコペコだ。またキノコだ。嫌な予感がするぐらい。危険度 52%。 これも食べなくていいんじゃない？嘘は3日目。うん、まだまだ大丈夫だ。食べないでおこう。うん、ね、次にかける。食べなかった。キャベツ。ガシ寸前。キャベツ。ダンボール。危険度 37%。 タルパワーを使おうか。どっち使う？目の前の食べ物マイナス 30% になったよね。それで今のダンボールは 37% だったから、うん、7% にすれば。おお、 70% もやったぜ。いくぞ、食べる。ダンボール食べたよ。消化にいい感じがした。でもちょっとしか回復しない。よし、タルパを使おう。別のものにしよっか。うん、キャベツ、スイカ。おお、肉。新しい食べ物、人工肉。え、危険度 19%。 食べるには少し危ない感じがする。
気のせいだ。でもお肉でしょ。タルパは1個残ってるけど、そのまま食べてもいいんじゃないかな。うん、どうする、お肉食べる、オーくん。お肉食べよう。食べる。タルパは使う。使えば 100% の確率だね。次のステージ行けるよ。使おっか。次はもう食べちゃってもいいと思うけど。やばいと思う。食べるよ。これで一気に回復して、次も運が良ければ回復する。おーご飯危険のゼロパー。食べる食べる、襲った。おくんご飯食べる。食べ、うん、食べて。よし、いいぞ。あー、これはやめておこう。やめておこう。食べない、ダメ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 。はーい、下がっちゃった。お腹すいた。おくん押して、次は何が出るか。次は24日目、コウモリタコ、危険度41。通常は食べるものではない。あー、タルパワーもないし、どうしよう。タルパワー復活しません。どうしよう。ダメ、食べない。食べないけど 0% になると死んじゃうよね。うん、よし、食べる、押そう。ヘメちゃん押すんだ。せー、うん、あー、ダメだった。24日目、死んだ。死ん、焼いたら破裂し、あー、ごめんね、ショックで転倒した。押したね、最高記録は29日間行きましたね、うん、はい。けど、オー君すごいじゃん、24日間も行けたね。姫ちゃんなんてさ、1回さ、1日目で死んだことあったもんね。オー君、長く生きた方だよ。そうだよ、死って。それでは、今日はこの辺りで終わりましょう。はい、今日は、食べたら死ぬというゲームをして遊びました。はい、はい、これさ、石を食べてみよう、いきなり。いくよ、48%、ポイッ。あー、やっぱり死んだ。死ん、歯が全部折れた。じゃん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 。それでは皆さん、ごきげんよう。グッドボタン押してね。この動画も見てね。見てね。チャンネル登録もよろしくね。